はいどうも、トシボイチャンネルです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回お話しするのは子供を集めるおばさんです。実は今日の朝まで、うん、僕長崎にいまして、はいはい、でね、いろんな話を聞いたりだとか、お祭りに参加したりだとか、うん、まあ、なかなかに充実した2泊3日やったんですけれども、うん、その中で結構っていうようなお話を聞いたので、うん、もうほやほやなんでね、ぜひちょっと岸本さんに聞いてほしいなと、はい、あとね、すんごい好きな話だと思う。へー、はい、はい、聞いてください。ですね、長崎県には大村市っていう、まあ、町があるんですよ、うん、市がありまして、その大村市っていうのはね、すごいね、駅が綺麗なんですよ、うん、待ち合わせしたのが新大村駅やったかな。待ち合わせをしていた喫茶店まで行くんですよ、うん、で先にね、もう僕に情報をお伝えしたいよって言ってたその女性の方いらっしゃってて、うん、でその人と話をするんですよ。その大村市で生まれて、大村市で育って、うん、大村市で今暮らしている女性なんですよ、うん、ずっと地元に残ってるってことね、うん、そうなんですよね、はい、生まれた時にご家族に大病を患ってる人がいて、うん、家にそのまま帰っちゃったらね、うんうん、そのまあ生まれたばっかりの子供やから、もしかしたら何かしらあるかもしれないと、病気がうつるとかね、はいはいはい、だからちょっと怖くなっちゃって、おばさんの家に、うん、両親と、まあ、そのまあ A さんとしておきましょう、うん、A さん3人で1ヶ月だけお世話になるんですよ、うん、ありがとうございましたって言って、そのまま自分の実家に帰るんだけれども、うん、なんかおかしいんですよね、うんうん、っていうのはそのおばさんが30日間お世話になって家に帰ったのに、なぜかその A さんを家に来て連れて帰るんですって、うん、また自分の家に、うん、え、まあ、すごい可愛いからね、うん、そうやってしてんのか、未だにまあ美人な方でしたし、だからまあ赤ちゃんの時ね、もしすんごい可愛くって自分とこの子にしたいって思ったのか連れ帰るんですよ、うん、でそれをお父さんお母さんはまあよしとしてなくって、いやおかしいやろって言って、母方の方のおばさんなんで、うん、お父さんがいやお前きちっと言うてくれよって、うん、娘連れてかれてどうも思わんのかいって言うんですよ。だけれどもお母さんからするとそのおばさんはちょっと有名な人で、うん、強く言えないんですって、うん、なぜ有名か、そのおばさん彼女だけじゃなくって、うん、近所の人とかかなり遠いところに住んでいる関係のない人とかの家の子供を家に連れ帰ってるんですよ。連れ帰ってる？そう、無断ではないですよ、うん、うん、どういうこと？話し合って、うん、可愛いからって言って連れ帰って、うん、家で代わりに育ててるんですよ。何？どういうこと？わけわかんなくない？うん、わかんない。連れ帰ってるんですよ、うん、それっていうのがなぜか、うん、子供が大好きやからっていうのはもちろんあるんでしょうけど、あるものを信仰してたんですよ。信仰、うん、そう、その、まあ、おばさんっていうのは、うん、その町の拝み屋さんにすごい傾倒していて、うん、その拝み屋さんっていうのは狐を信仰したんですよ。また出てきた狐。そう、その狐を信仰していて、うん、その狐信仰っていうのをおばさんも、まあ、受け継いで自分も信仰してるんですよ、うん、だけれども狐、うん、信仰なんてどこにでもあるじゃないですか。まあね、ね、稲荷、ね、そうそうあるでしょ、うん、まあほんまにない県なんてないぐらい普通にポピュラーな信仰ですよ、うん、なんだけれどもここ少し違うんです、うん、普通の狐じゃないんですよね、うん、この拝み屋さんとおばさんが信仰してるのはヤコなんですよ。ヤコ、ヤコ、うん、これ何かっていうと、うん、野生の野にキツネって書いて、うん、ヤコって読むんですよ。これっていうのが普通に、まあ、野生のキツネをヤコとも言うんだけれども、うん、別の意味でも使われてるんですよ、ヤコって、うん、これは信仰されてないキツネなんですよね。信仰されてない、はい、うん、例えば悪さをするキツネとか、うん、信仰に値しないキツネの、まあ、霊体みたいなもの、うん、それをヤコっていうんですよ。だから例えばだけれども、うん、狐付きとかあるじゃない、うん、あれって信仰されてる癖じゃなくって、うん、ヤコがついてることがかなり多いんですって、うん、聞くとね、なんか野良犬みたいなイメージでいいのかな。そうですね、そのそうそう霊界の話でしょ、うん、でもそうなんですよ、うんうんうん、だから位の低い信仰されるほどではない野良の狐なんですよね。そういう世界が狐の中ではあるんだ。そうみたいですね、ヤコ、うんうん、っていうこれを信仰してるんです、なぜか。逆にってことね。そうだから A さん曰くだけれども、うん、1階と2階に訳のわからない、何を信仰してるかわからない神棚があると、うん、多分あれがヤコ信仰なんやと思うって言うんですよね、うんうんうん、
A さん妹がいるんですよ、うん、で妹がいて、まあ、同じ地域だから同じ保育園幼稚園行きますよ、うん、ほなそのおばさんが迎えに来るんですよね、うん、A さんだけ連れて帰るんですよ、うん、妹はほったらかし、うん、だからすごい自分が執着する人っていうのは決まってるんですよ。子供全般がいいんじゃなくて自分が選んだ子供にしか執着しない。へえ。で A さんは執着されてる、うん、だから妹さんには全く見向きもしない。その A さんにだけ、うん、まあ愛情を注ぐ、うん、でなおかつですよ、この生活が連れ替えられるとかっていう生活が高校卒業するまで続くんですよね。あ、長いね。また意味わかんなくない？ 17、18 ぐらい続くのよ、うん、でもえって思ったのが、うん、いや小中高はもう意識あるでしょ自分のと、うん、なんで行くんですかって言ったんですよ、うん、ほんなら中学校ぐらいに上がったら、うん、まあ、親とあんまりうまくいかなくって、うん、それでそのおばさんはすごく自分によくしてくれるからじゃあ居心地いいよなそっちの方がって言っておばさんの家に行くなったんですと。自分からね、ちょっとじゃあ家出的な要素もあって。あ、そうですね、半分ね。だから1年通したら半分以上はおばさんの家にいた時期もありましたって言ってましたね。そんぐらい懐いてたんですよ、うん、なんだけれども、うん、家には身内でもない、うん、知らない子供がいるわけですよ、他のね。そう、うん、でもそれが不思議と変と思わなかったんですよ。そういう家座ってるから、ほう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 、まあ出てみたらねおかしいってわかるし、うん、僕も串本さんも見てる皆さんもわかると思います。これ恐ろしいぞっていうのが、自分の子をさ連れて帰ったら怒るじゃない普通。まあね、そう普通はなると思うけど、だけども黙ってる、うん、それは夜行進行をしていて気味が悪いのか、それとも過去何かがあったのか、うんうん、わかんないんですよね、うん、で驚くべきことに、うん、その夜行進行をしてるおばさん娘も息子もいるんですよ。なるほど、自分の家族もいると。どうして子供集めるの話なんですけど、うん、そもそもこの夜行っていうのは、うん、あのね、野良やから子供たくさん作るんですって、赤ん坊。ああ、なるほど、それはわかる。そうそう、うん、だから子供たくさん集めてあがるのに結びついてくるらしいんですよね、うん、夜行進行でね、うんうんうん、でここからね結構複雑なんで、あの読みながらお話をさせていただくんですけれども、うん、あのね、その時期ぐらいから同じ夢を見るようになったんですよ、うん。岸本さんがよくね、お詳しい、あの、継続夢ってついていくわけじゃなくて、うん、同じ夢を何度も見るんですよ。うん。まあ、もう繰り返すってことね、うん。学生時代はね、はいはい。それっていうのが、A さんは、修験道にいるんですって。目をふっと覚めたらね。うん、あの、松明とか、うん、あれとかが、もうこの道沿いに、うわーっとあるんですよ。うん、え、何この道、気持ち悪いなと。うんうん、で自分の中でもなんかねすごいリアルです、その夢が、うん、ここにいたくないなと思うんですよ、はいはい、だけれどもここにいたくないなら進まなきゃいいから戻りゃいいじゃないですか、うん、だけど戻れもしないんですって、うん、足が動かなくって進みもしない戻れもしない、いや怖い怖い気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪 い, ち悪いと思ったら目が覚めるみたいな、うんうん、そんなことがずーっと続くんですよ、うん、ある時あのまたおばあちゃんですよね、うん、あの横に住んでいるおばあちゃんの声が、うん、えー、ちゃんと夢の中で聞こえると、うん、それがふと気づくと現実世界の声やったんですよね、うん、夢の中ではなく耳元で聞こえたみたいな、はい、そんなことがあってはっきり覚えているみたいな話があったと、うん、まあ、あの家族とも少しちょっと仲悪いし、うん、そうおばさんもちょっと気味が悪い、うん、あと自分も自立したいって気持ちがあって家を出て今の旦那さんと同棲を始めるんですよ、うん、19歳の頃ですね、お付き合いしてある日4人の友達と熊本に遊びに行こう話になるんです、一人立ちした後にね、うん、で家を出た瞬間になぜか行きたくないなーと感じちゃうんですよ。あんなに仲良くしてるし楽しみしたのになんか気持ち悪いし行きたくないなと思うんだけれども、まあでもせっかく約束してるし行った方がいいか、電車に乗るんですね、うん、電車に揺られて乗っていると通路挟んで斜め前の席に男が座ってるんですよ、うん、その男が自分と目が合った瞬間ですよ、うん、目が合うなりなんかにやーと笑って、うん、自分を見ながらね、うん、なんでこの人笑ってくんのって思ったらそこから具合が悪くなっちゃうんですよ、うん、その映画を見てから、そう、うん、で熊本に着いて、熊本は遊ぼうってたんで、うん、熊本に着いて遊ぼうって言ったのに動けなくなっちゃったと、うん、その日から家に帰ってもずっと具合が悪いんですって、うん、病院に行っても理由がわからない、しかも毎晩号泣して目が覚めるって、うん、へえ、ほんほん、何かしらじゃあ
見てるのかね、夢を。うわーっと号泣する。でもなぜ号泣するかもわかんないし、あの日あの男の目を見た瞬間にやーっと笑われてから自分が具合悪くなったかわかんないというと、うん、病院を転々とするんですよ A さんは、うん、転々とするけれどもご飯が食べられないくらいに具合が悪いと、うん、するともうこれ病院とかじゃないんじゃないか、うん、って言って旦那さんが、うん、俺知り合いに能力者さんがいるから、うん、そういう人に連絡を取ってもらって、うん、ちょっと家に来てもらおうやって言うんですよ。なるほど。あ、じゃあお願いねって言って旦那さんが電話かけるんですよ。うん、そうするとうちもお付き合いしてる〇〇ちゃんいうのがいるんだけれども、ちょっと具合を壊しちまって、なんか男のニャーっていう顔をって、いろいろ相談をしていたら、全部終わってね、うん、電話をすっと切るんですよ。で、今終わったからねって旦那さんがその A さんの顔をふっと見たら、A さんがもう、見たことないぐらいの人間じゃないんじゃないかっていうぐらいの目で睨んだんですって。旦那さんをこっちと睨んでるみたいな、それが今でも怖くて忘れられないって言うんですよ。おそらく自分の体にいる何かが払われたくないから、ね、そういう拝み屋とか霊能者を呼んでほしくないと思ったんじゃないかと。そして今思うと、あの笑った男は人間だったのかどうかわかんないと。あんな気持ちの悪い男がおったのに、うん、横並びの同級生は何も言わんかったし、何なんだろうと思うんですよ、はいはいはい、でお祓いをしてもらうと、今具合が悪いのはおばさんの生き量じゃないかなって言われるんですって、うん、まあ、仲が良いからなんでそんな風に言われるのか分かんない、信じられなかったと。でその男の人は何ですかって言っても共通点は分かりませんねとかって言うんですよ、うん、ただあなたが悪くなってるのはおばさんですよっていう、生き量っていうのは払えないから、もうこれは強すぎて、うん、だから自分で直しなさいって言われるんですよ、うん、直しようないからそのままご飯が食べられず30キロ台まで突入すると、うん、どんどん悪くなってね、はい、うん、で同僚と話していても目の焦点が合わないよって言われて、うん、具合はどんどん悪くなってそのまま退社すると。でしばらくは具合を壊して引きこもって精神科にも通ったが全くならず3年間、うん、そっから徐々に良くなっていって、まあまあ今っていう感じなんですよね。で、うん、お友達が霊能師さんまた友達いるからちょっと話してみるわって言って A さんの話をする、うん、すると悪霊に隠れておばさんがいるよって言われるんですって、うん、でその悪霊っていうのが笑ってる男なんですよ、うん、それに隠れておばさんがいるから、もしかしたらそのおばさんがその悪い男の悪霊を使って呪ってきたんじゃないかみたいな。呪ってきた、夜行の信仰とかもありますから、そういったことを教えるんじゃないかなって話すんですよ。今現在はどうなんですかって言ったら、未だに実は続いてるんですよ、うん、これって言うんですよ。あ、まだ続いてんだこれ。夢が進みましてって言うんですよね、うん、修験道の道を進むと、うん、てっぺんですよ、山のね、ぐーっと登っていく、まあ、明かりがついている、その中をぐーっと進んでいくと、そのてっぺんに阿蘇神社と記載のある古い赤い鳥居が見えるんですって、うん、であれ狐信仰やと思うんですよ、うん、でも他に鳥居とかそういったものが何もないんですよ、うん、さびれている阿蘇神社と記載のある赤い鳥居があると、うん、まあ、普通に目が覚めてこの錆びれてる阿蘇神社って書いてる鳥居がある、うん、その狐信仰を探したらどうにかなるんじゃないかと思って、うん、ネットでもって探すんだけれども、どこにもないんですよ。あ、ないんだ、そんなものは。お、何これって、うん、存在のしない赤鳥居が出てくる、うん、こう気持ち悪い、なんやねん。他にも夢を見るんですよね、うん、友達と会話をしていると隣に山田稲荷とテロップが出るんですって、うん、ここに山田稲荷喋ってることは違うんですよ、うん、夢の中でね、山田稲荷いう風に、何これと思ってまた調べてみる、うん、すると山田稲荷なんていう稲荷はない、ないんだ、ないんですよ、うん、これ何なんだろうと思うんですけども、何だろう。最初に戻るとヤコって、うん、要は中途半端なところにいていたずらとか悪さもするから祀られてないんですよ、うん、だからこのヤコというのが人間を騙すために架空の稲荷を作り上げて騙そうとしてんじゃねえかなと、はいはいはい、A さんもね、うん、だから山田稲荷とか阿蘇神社とか、うん、そういうあの架空の稲荷を感じのものを作る、そう作るんですよ、うん、でそこで信仰させようと、またおばさんの元に戻そうとしてんじゃないかなと、なね、そしたら、まあ、おばさんの生き量がついてるのもまあ分かるなっていうふうに、雑魚信仰もしさせたかったのかなとね、 A さんにという話がある。で今はおばさんとも、まあ、生きてるか分からないくらい疎遠だと、うん、ある日から急に足が向かなくなった、
なぜなのかわかんないあんなに仲が良かったのに、で未だに奇妙な意味を見続けている、これはどうしたらいいですかねっていうものでした。ほう、だからもともと自分のおばさんがヤコ信仰、野良狐の信仰ですよね、うん、をしていて、そこからすごい可愛がられて、いろんな子供が集められる中に身内である自分もいた、うん、だけれども何かしらいろいろあって疎遠になっちゃって、おばさんが生き霊をつけて呪っているみたいな、そういう話、うーん、それでかいつまで話すと、うんうんうん、っていう、その横のつながりはないのかね、その時一緒に住んでた人たちとかと。ああ、どうなんでしょうね。そしたら情報も知れるしさ。自分の家どうだったとかね。とか、今どうなってるかとかさ。でね、ないのかな、一個情報があるんですよ、うん。この子供をさらわれたとか、連れて行かれた家、うん、全部没落してるんですよ。100%。没落っていうのは潰れてるんですよ。家が仲悪くなって、離婚したりとか、そう、別れたりとか、今行方がわからないとか、なぜかわかんないですけど、その、そう、おばさんが子供を連れ帰って家は全部ダメになってるって言ってました。だから、もしかするとですけど、その子供をさらってきて、そこから徳ごと奪って、で、自分の家を、まあ、綺麗にとか徳を積むために子供を生まれたばかりの子供とかね、長男長女を連れ帰って自分の家で育ったんじゃないかとも思ってたね。うん、なるほど。まあだから選ばれた子みたいなことあるね。そうですね、うん、でも連れてかれた子供が家が全部ダメになるっていうのはなんかすごい話やなと思って、うんうん、なんかね、あの不思議な話だし、取り留めない話はちょっとまとまってもないんだけれども、うん、何かあのもしあの知っている人がいれば情報を募集したいんですって言って僕に連絡したと、うん、なるほど、まあ、そういう話でして、で今住んでいる大村市の家めちゃくちゃ霊出るらしいですよ。うーん、たまたま、うんうん、むちゃくちゃ霊が出て、横に住んでいる人は変わってて、うん、庭に味噌汁ぶちまけてくるらしいんですよ。それはどういう意味合いか分かんないけど、もしよかったら見に来られませんかって言われたんですよ、うん、味噌汁ぶちまけるところとか、あとまあ霊すっごいこだわり強いのかもね、味噌汁に。怖い怖い。であと車の上に吸い殻を乗せてくるって言ってました。おお、ちょっとやばい匂いするね。あと犬の前におにぎりを置いてくるって言ってました。別にいいと思うよ。どうでしょう。それダメなの。犬一口も食わないんですって、なぜか、うん、毒入ってんちゃうかって言ってました。おお、ちょっと気持ち悪いな。確かに。でそのワンちゃん亡くなってるんですよ。へえー、まあ、それはまあおにぎりのせいじゃないと思う。うん、まあそういう話がたくさん横の家でもあるらしくて、うんうん、今回はなんかヤコっていうね、うん、心霊チック呪いチックみたいな話だけれども、ガチめの一コアなんですよ、うん、結構話聞くとその横の人ね、心霊ハウス、心霊ハウスに住んでいる、お化け屋敷に住んでいると言われるんですね、うんうん、そこの話もありますし、どっちかというとメインはその横に住んでいるおばさんとのまあ構想というか。なんで心霊より超えてくんだよ。そしてそこに伊豆でちょっと二人泊まりに行きましょう。いやいや、なんで。いや、好きだ。僕が、チョコさん好きかもなって思ったのは、うん、おばさんがぶちまける味噌汁の具に興味があるんじゃないかなと思って。ああ。はい。ね、うん、すごい納得いかない味噌汁の時はぶちまけるのかもしれないから。ちょっと。わかめ多めらしいです。ああ。それはちょっと興味ありますね。キノコ類も多いって言ってました。ああ、ちょっと合わないわ。合わないですか。うん。合わないそうです。なんだこれ。まあそういうね、はい、ちょっと気味の悪い、まあ、野良の狐、ヤコですね、信仰に値しない狐を、なぜか無理やり信仰しているという、おばさんのお話でした。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ということで、我々サブチャンネルやっております、としみなTチャンネル、そちらもぜひ登録お願いします。はい、お願いします。さらに、ニコニコチャンネル、としごいずの秘密クラブ、こちら会員制でやっております。こちらもお願いします。お願いします。我々、1億人突破を目指しております。1億人突破しましたら、あの人は今、みたいなとか、うん、あと、僕の友人何してるみたいなのあるじゃないですか、番組ね。ありますね。ああいう感じで、うん、過去取り憑かれた人、今何してるみたいな思うんですね。ああ、それ気になったもんね。うん、あ、そうそう、そうなんですよ。ちょっと僕もね、確かに、今思うと、あって思うんだけれども、その時は違うクエスチョンがたくさんあって、まあまあ確かにね、そっちに頭いってもって、うん、その人が今どうしてか確かに気になりますよね。うん、だから、その人は今みたいな、ちょっとできたらおもろいですよね。ヤコ信仰のところに、はいはい、ここは今みたいなね。そういうことかなと思います。はい、以上です。ありがとうございました。